マリア・ガーゲルバーグ・フォン・ウズ・サレネグ・ジョー、マリア・グーゲルベルク・フォン・モースは、スイスの植物学者、植物画家である。グラウビュンデン州のサレネグ・ジョーを所有する一族に生まれ、美しい自然の中に育ち、博物学に興味を持った。中年になってから本格的に植物学を学びコケ類の研究を行った。グラウビュンデン州やスイスの地域で47種の 新種植物を発見した。植物画家としては、植物学者のブルガーに協力し、その著書に図版を描いた。植物学への貢献により、グラウビュンデン博物学協会に女性として、初めて巡回員に選ばれた。A.B. クリース、メアリー RS ・ R.S. レディース・イン・ザ・ラボラトリーに、オックスフォード、U.K. スケアクロープレス。 ピアニッシモ18 ISBN、183、ISBN9780810849792、LCCN2003 か2846 https、https://books.google.com/.books、com books, id、イコール RHNL22FB5X6、&、ピコグラムイコール PA183&、 dq、e、イコール22マリアガゲルバーグホンムズ22ア hl イコール en サイコール x a イコールレクツバナイントコートット q イジールアド bed イコール a c c g 九6アエワー v イコールオネパゲ &Q イコール22マリアパーセント20ガゲルバーグパーセント20ホンパーセント20ムズ22ア f イコールフォルスジェルブは植物の学名で命名者を示す場合に マリア・グーゲルベルク・フォン・モースを示すのに使われる。ありがとうございます。